第4節血液検査採血した血液を分析して体の中の状態を推定し診断する検査法で生化学的分析法の進歩によって発展の著しい分野です赤血球や白血球などの血液細胞ナトリウムやカリウムなどの電解質血液中の酵素など数多くの血液構成成分の量を測定し その数値の増減により異常を診断します。様々な酵素の増加や減少また、貧血や低タンパク血症など、癌による変化を知ることができます。しかしながら、貧血があると言っても、その原因が癌であるかどうかは血液検査では確定できません。最近は、腫瘍マーカーといって癌が作り出す特異的なタンパク質を、 いくつか血液中から検出できるようになりました腫瘍マーカーは幾種類かが実用化されていますががんがある程度大きくならないと検出できない場合が多くがんの進行の度合いを推定する指標としては有用ですが現在のところがんの早期診断にはあまり役に立ちません